1813年に、デュエで製造された、共和歴11年式6ポンド砲共和歴11年式単12ポンド砲。1824年に、デュエで製造。合計、120mm、全長、210cm、重量、880kg。砲弾、6kg、鉄製実体弾共和歴11年システムの11インチ榴弾砲。 1810年、ドゥエーにて製造。合計 297mm、全長 2.56m、重量 6174kg。砲弾、榴弾共和歴11年システム11年は1803年に、該当するはナポレオン一世時代のフランスの砲兵システム。共和歴11年システムは、非常に成功したグリボーバルシステムに、 各種の改良を加えたものであり、ナポレオン戦争での成功に貢献した。本質的に、既存のグリボーバルシステムを合理化したものであった。この新システムの推進者は、オーギュスト・ド・マルモン将軍であった。フランス革命戦争において、中型野戦法としてはグリボーバル4ポンド砲は、軽量に過ぎ、逆に8ポンド砲は重すぎて、これら2種類の法は、 敵の6ポンド法に十分に対抗できなかった。新システムを制定するにあたって、ナポレオンは1801年12月29日に、オーギュスタン・ガブリエル・ダボビル将軍を委員長とする大法委員会を設置した。翌年1月11日から7月21日まで、委員会は研究を行い、ナポレオン自身も報告書作成に参加した。 大砲の口径は4種類に統一すべきである。6ポンド、12ポンド、24ポンド、それに5.5インチ流弾砲である。これによって他の4種類の口径の砲を整理できる。三砲としては三ポンドを追加すべきである。ロスタン砲は問題ばかりで価値のない、頑固な獣のようなものであり、これも排除する。三ポンドを最小の口径とするグリボーバル砲システムに対して、 ナポレオン・ボナパルト委員会は1803年5月2日に結果報告を行った。報告書の主な内容は以下の通りであった。3 2 4 m m 旧砲ストラスブール1811年共和歴11年システムは1828年にバレシステムによってさらに改良された。ありがとうございます。